城の頭。ああ、久しぶりだな、一。俺の出所なんて気にもしてないでしょ。いじけたこと抜かせない。頼りの一つでもくれりゃ向かいの一人ぐらい出し。近江の大門ぶら下げた人間の出迎えの親父にくっついて近江に願え。願える？おいおい、それにしても一、誰もお前の迎えには行かねえってことぐらいわかるだろう。忘れてねえよな、てめえが絶縁された身だってことをよ。俺は迎えのことなんて何とも思っちゃいませんよ。じゃあなんだ、金でもせびりに来たか。ずいぶんな言いようですね。俺が誰の身代わりで18年も臭い飯。十分わかってるさ。わかってねえのは何？今夜は親父にとって大切な席だ。自分で決めろ。おとなしく帰るか、ここで殺されるか。その扉開けて親父に会います。昔からてめえのふぬけ面見るたびにいつかぶっ殺してやるって思ったもんだ。偶然っすね。俺も頭に殴られるたびに同じこと考えてましたよ。それなら18年越しに叶えるとしようか。お互いの夢をな。負けても文句は言わんでくださいよ、頭！白黒つけようぜ。ビビってんのか？よし、行くぞ！とっておきだ！盛り上がってきた！ほら、来いよ。おお！じゃあ、俺の番！どうした？こいつは効くぜ。俺の番だな。早く来いよ。見せてやるよ。おりゃ、おら。女の後死ね。なめんなよ。おめえ、ほらやるぜ。とっておきだ。行くぜ。よっしゃ、勝ちだ。覚悟できてんのか。その扉を開けたら二度と引き返せねえ。一、お前にその覚悟があんのか。18年、俺はこの扉開けるために18年我慢したんだ。